はい、今日の韓国語の表現です。今日の表現は目が黒いうちにはという内容です。まあ、韓国のドラマをよく見てますとですね、この親が子供の結婚に反対して絶対に許さないっていうその場面でですね、私の目が黒いうちにはという感じの表現をよく使いますが、これが韓国語の表現になりますと、私の目に土が入る前にはと、という表現になります。まあ日本ではもう火葬が、ほとんどですが、韓国ではまだ土葬、すなわち埋葬の習慣が残っています。ですから、埋葬されて自分の顔にこの土が、そして目に土が入る前には許さないと、すなわち死ぬまでは許さないという話になっているわけです。はい。で、これがこの韓国語の表現では何て言いますかというと、ねえぬねふぎとろがぎじょねぬん。ねえぬねふぎとろがぎじょねぬん。という言い方になります。はい。こういった面白い表現があります。まあ、これも韓国の埋葬という文化がまだ残っているがゆえに、こういう表現が出てくるという面白い表現でした。はい。今日は終わりです。